あれ、ソケさん、お疲れ様です。あれ、あ、そうですね、始まっちゃいましたね。いや、初めてのちょっと北九州だったんで、ちょっとブラブラしてたら、あれ、メダコのイベント合ってるなと思って。なんすかそれ。衝撃コーナーが設定されたんですか。設定されたんですか。はい、今日の出ました、いつものマークスーツ。No. これはあのね、はい、いつもね、はい、休みの楽しみは夏休み、はい、子供と作ろうおやつ。あ、うまい、うん、うまい、うまい。夏の思い出。いやいやいや、メダカないです。メダカのイベントですから。見て、メダカ、うん、子供たちのことまで考えてくれる、ね、そしたら、はい、お父さんフルーツ作って、はい、お母さんホットケーキ作って、はい、でバナナトッピングし て, ングして、はい、生クリームはちょっと持ってこれんかったけど、全然大丈夫です、はい、いや、メダカですもん、はい、メダカのイベントなんで、すいませんけども、はい、楽しんでください。うわ、毎度毎度ちょっと返したのにまた返された。返したほどじゃなかったけど、うちらは大したもの返してないけど、返したって言わないよ。わかる、うん、わかるでしょ。メダカなんですよ。メダカのイベントなんですよ。お父さんもっと関心持って。いや、メダカなんですよ。何かあるかなと思ったらメダカのイベントがあったんで、メダカを見ながら、はい、色バタ会議が最強に色バタ。しかもホットケーキ、ホットケーキ長女大好物。いや、メダカをね、メダカをホットケーキ上にフルーツつけて、宗月さんメダカなんですよ。間違いない。宗月さんもうメダカなんですよ。間違いない。もうメダカなんですよ。メダカ、これなんて呼ぶんですか。アサギ、アサギ、アサギ、そうそうそう、アサギ。今日これエンペラーアルビノ出た、出た、エンペラーのアルビノ。うわー、ちょっと待ってください。うわ、やっぱここ上の光がちょうど、うん、光がね、ちょうど入る。見てほら、スマホ越し見てください。綺麗ですね。綺麗、これはね、綺麗ですよ。これこっちも一緒ですか。一緒一緒。エンペラのアルビノ、ね、こっちも綺麗。もうね、俺さっきから思ってたのに見ながら、卵ゴツゴツ落ちとんなと思って。どこのケースも卵でも落ちとん。卵、ほら、やばいよ。これシルエット、何これ、タイプある。うわ、パンダみたいになってる。上向ける、上向ける。え？ですね、メスですよね。メス。ちょ、お前どこ行く？こっちどこ行く？こっちメスです。くるいた。すごいですね。おー、ちょっと右目にしてみて。おお、おお、すごい。卵エグ。あ、メスの方が頭が、うん、ね、うんうんうん、卵エグな。もう一回言ってもらいたいのが、はい、ネクストさんの出た、ネクストさん、アイラブネクストの、アイラブネクストのこのミューズ、ネクストさん明日でしたよね。明日ミューズ、なんか聞いたことあるぞ。うわー、これもアルビノなんですね。うわー、見てこのヒレの周り、なんかね、ね、少し出てます。あー、まあ出てるっぽく見えるね、確かに。あ、ミューズめっちゃ綺麗。あー、いやー、これはちょっといやらしいですね。いやらしい。これちょっと俺も一番目に行った。これ目はもう赤なんですか。それはもうアルビノですから。スーパーの回は結構見るけど、アルビノ見ないです。いや、目赤い、赤い、赤い。なんか知らんけど、口の中で知るよりアルビノ知るのが好き。関係ない。火にバンバン落とす。こいつが一番同じ
環境でその距離。元の太陽が。ああすごい。バッチバチ。やっぱね、あの後ろにあれ盾があるけん全部光が集まるよね。これやばいよ、これソゲさん、これやばいプロ百式系リアルロングビーン、これやばい。これもネクストさ、これやばい。すごいな。でも、映える映える映える、あーめっちゃ映える。ヒレが見えました。見える、ヒレが見えた。また表現が、うん、違う。あーなるほど。この分に落とす、このラメおい全然違うじゃん雰囲気が。あそんな横見と違いますか。全く別のメダカになっちゃったよ。コウゲさん、真面目にメダカ見てるの回ってくれるじゃん。何だろう。いやーすごい。だって多分佐賀の朝から来たんで、あれも撮ってもないもんね、そんなに待ってない。だってネクストさんのことばっかり。ネクストさんの答え撮らせないパターンやった。横見とがめでこんな表現変わる？真面目にしてみろかなと思って。これがやばい。これがこの、あ、これ100式。うわぁ、めちゃ伸びてますね、これすごいなぁ。この子めっちゃ、あ、もう目もいっちゃってるもん。うわぁ、ヒレ長。オスですか？オスになると思う。左側、うんうん、すっごー長ー、かっこいいね。長これ多分上見もかっこいいよ。まあまあね。うわーすっごー。上見見ますか。上見ますよ、上見ますよ。めっちゃ綺麗、綺麗綺麗、やばいやばい。黒100です。黒100です。これちょっとサムネにならんかな。これ迷うね、サムネね。サムネこれでいきますよ。やっぱ、あ、やっぱそれですか。だって直樹さん好み的にはこれです。あね、こっちじゃないし、ね、こっちはすげえと思うだけで、好みかって言ったら好みじゃないし。そうですね、好み的にはこれです。これですね。サムネ、サムネですね。こっちサムネですね。ちょっといいのを撮りましょう。光真っ星は特に直樹さんとどんだけの付き合い。いやいや、あの1年と、初めて会ったのが古賀さんとか聖夜さんとかと一緒の、あの福岡フォワールの古墳でやった時が一番最初です。これただただ去年の4月が皆さんもうほとんど福岡勢の人とかと初めて会った。1年な感じがしない。そうそう、古賀さんも同じこと言うと思う。はまだ1年って、2年やろうって。いやいや、去年の今頃に会ったんですよ。頻繁に会いすぎ。頻繁に会いすぎ。はい、あのうちらが登りすぎやもんね、こっちにね。しかもプライベートの時も会ってるし。そうね。まあちょっ と今日は撮れ高。もうそうですよ。なんかちょっと激レア。いいですね。一番の撮れ高じゃないですか。あのですね、大変失礼なんですけど、もうそげさん最近で言ったらもう一番激レア。これもうネクス作ってないさ。あ、これ一文字で作ってるんですか。これ激レアよ。なんで、もう作ってないって。もうだからもう、あおー、へえ。で、これ使う使うのは自由やけど、ガーニーとってこれなんですよ、本当は。このオレンジのやつ最もオレグラジこれさ、こんだけアイラブですか。違う、これさ、まずそもそもアルビノなの、うん、あ、両方とも、ね、そう、うん、で、うん、の中で、うん、白のタイプとオレンジのタイプ、そうよね。
気持ちで豊かすだけよって、はいはい、普通に豊かすだけよりアベルナにすだけよりも得になってきた。おー、え、じゃあもうもしかしたら小倉さん歩きながら芸人、いやもう来年それにするみたいな。すごい、もう宗月さんのとこ行ってアルミの取ろう。あ、いいですそれ。目指そうとか、へぇ、あれも福岡ポンプに、いや、いいじゃないですか。いいですね。で、あれでしょ、ガールズに宗子ちゃんいて、宗子ちゃんの上が赤くなってる。そう、スナック宗子、全部赤い。スナック宗子、ドラキュラ、アルミに侵食されてた。笑えない、笑えない。でもそういう人とかを見てみたいな。あ、そうね。赤のワンピースに白の靴下履いて、ちょっとだけ文句言いたいみたい。だってですよ、もう早くもね、古賀さんとかもね、ちょっと来年をもうちょっと今年の反省生かしてとかって言ってね。そう、俺本当にね、ガラスフィオ、ガラスフィオスがあるから、嫁の実家行って、嫁の実家で、本当に一人で反省会してくる。あ、ちょっと上手いかん。いや、でもそんなさよかったよね。よかった。もっと突き詰めなきゃいけない。じゃあ、もし来年あった場合は、ちょっとバージョンアップを目指して、はい、はい。そうですね。いやいやよかった、やっぱりメダカ取れた。もうだって今日もまたあのパターンで終わるんかなと思って、今日もあのパターンで行こうかなと思ったけど、これですね、はい、子供たちがほら、もうバナナに、バナナにフルーチェに、はい、もうホットケーキを作りなさいと、はい、夏休みこれで堪能しなさいということだったんで作りました。はい、はい、クリスマスプレゼント、あいつら30年しとったかな。キャッ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 、ちょっと言わないだけかもしれない。あ、言わないだけですね。それは心に決める。そうですよね。なんでお父さんそれに気づかんの。そうですよ、反省ですわ。言っても言わないですよね。言わない、寂しいと思ってても口に出したらお父さんは俺が仕事でたまにはやけんって困るなって思いますよね。なるほど、言わない、 そう、それを踏んでやるのが父親なの。わかりました、わかりました。だからこれで ちょっと改めて、そうね、改めて本音を聞いてみよう、ちょっと、はい、ホットケーキ食べながら、はい、お母さんがお父さんに言ったらお父さんイラッとする。そう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 、ほんとそう。